年配学園ジュリア部の皆さん、おはようございます。おはようございます。元気ですか？はい、はい、夏休み、みんなどっか行きましたか？はい。お、つぐみちゃんはどこ行った？伊豆に行きました。伊豆に、はい、家族で？家族と友達と。友達と、結構大勢で行ったんだね。はい。どうだった伊豆は？普通普通。ちょっと期待と違ってた？あ、楽しかったです。もう遅いからさ慌てて訂正しても。先輩学園ジュニアの部、毎回この5人の中から深川先生の理想の妹が決定します。さあ、今日は何をするかというとですね、皆さんの発想力、記憶力、そしてフラフープができるかどうかを見ます。皆さん、フラフープをしてもらいながら僕のお題に答えてもらいます。一つのお題に対していくつね、答えられるか、その数を競ってもらいます。赤いものといえば、はい、フラフープ用意スタート。チートマト、人参、赤ピーマン、今つけてるリボン、スカート、お兄ちゃんの蝶ネクタイ、それから赤い風船、家の布団。お、あ、危ない危ない危ない。もうおかしくなっちゃったおかしくなっちゃった。おにぎりの具といえば、用意スタート。梅干し、昆布、葉唐辛子、チャーハンの具、鮭、シーチキン、マヨネーズ、エビマヨネーズ、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 肉、魚、野菜、試合放棄じゃないですか、あやかちゃん。何ですか今のフェードアウト感。お寿司のネタといえば、よーい、スタート。ショートロ、チュートロ、オートロ、ネギトロ。4つショートロ、オートロ、チュートロ、ネギトロ。渋垣隊以上でした今のテンションは。乗り物といえば、スタート。ジェットコースター、コーヒーカップ、なんだろう、トロッコ、消防車、パトカー、犬、猫、妹、あと、なんだ、はしご？まだあるよ。お、危ない！危ない！危ない！もうダメだと思ったんですよ。夏といえば、さあ、よーい、スタート。暑い、汗、パイナップル、ハイビスカス、沖縄、ハワイ、プール、海、川、水、アイス。あ、なんと、あ、11行きました。ということで、今回はエイダーちゃんの優勝です。ということでね、今回も、若干のね、クレーム来るんじゃないかと思いますけど深夜に何をやってんだというね、はい、でもやっぱこれ大切ですから、フラフープできるできないっていうので、ね、やっぱり妹としてフラフープできないのは嫌なんでね、お兄ちゃんとしてはフラフープの上手な妹であってほしいのでね、はい、そんな目で見ない今週頑張ったのはエリナちゃん、おめでとう。おにちゃま、こんにちは、高畑かすみです。 DVD ドラマのスイカの撮影も始まりました。応援に